どうも、ジュリ祭神ホームセンターゾーリンガマです。今日はですね、いろいろ気持ちを整理してみたら気持ちが一周して松江駅清掃地獄男国会をやることにしました。そうですね、今夜さらにやると。このポイントはですね、人生の優先順位ですね。人生で何が一番大事ですかっていうものを並べてみたんですね。例えば仕事ですとか家庭ですとか、恋愛が大事とかですね、いろいろあると思うんですよ。趣味とか。なぜか自分の場合はこの地獄男という概念ですね、これが人生で一番大事なことであるということになりました。仕事や、家や、普通だったら恋愛とかね、そういうことに没頭するんでしょうけど、なぜか地獄男に没頭する。地獄男とは何ぞだよと。この設定はもう嫌というほど、この逃れられない破壊締めの、缶詰状態ですね。それらですよ、その地獄男という概念は。自らを缶詰状態にして、もう閉じ込めて、もう限界ギリギリまでボロボロまでやるということ で、それを楽しむらしい、楽しんでるか知らないですけど、そこで句を読むらしいんですね。ひどいことです。でもなぜか知らないけど、そういう人生を自ら選んでしまいます。に言うと、他のことではなぜか知らないけど、やっぱり地獄男の方ですね。この地獄男、この縛り設定でしょ。これ似たような言葉で言えば縛り設定です。縛り設定がない状態でも縛りある方が楽しいっていう、楽しいか知らないですけど、それをやりたがっています。じゃあ今日もやりましょう。自分の人生を縛り設定にして、松江駅清掃地獄男の始まりです。即席縛り設定の地獄男区会が始まる。インスタント縛り地獄区会より、誰も掃除しないところに奴はやってくる。地獄男だから。この道は松江駅地獄男ロードと名付けよう。地獄男ロード開通したぞ。さらに向こうがある。日頃の鬱憤を駅の掃除で晴らす。煙が舞えば真実。地元だから取らせてください。カレーライスより泥を持ったぞ。喜べ。ゴミというよりもはやこれは地層だ。地層を集めて何かを確かめている。苔なのか道路なのかが分かりません。さあ、このエリアの苔は信じられないくらい硬かったです。ものすごい10年ぐらいだったんじゃないか。読めた句は、煙も舞えば真実だそうです。煙も舞えば真実。煙が舞えば真実か。煙が舞えば真実。この駅が今どんな顔をしているか、私には見えています。これこそが地獄男ロードの眺めだ。暗黒の世界だった地獄男区会にも少し明かりが灯ったような気がする。明かりといっても、心の中の明かりだろう。絶望に覆われた地獄男区会にも、しかしその地獄から逃げないで地獄に居座ることで多少の希望なんだろうか。光が見えてきた。自らがレベルアップできる方法を自ら貸していくやり方が地獄男区会。それは他人に目標を決めてもらったのでは意味がない。それではレベルアップはできない。自分にしか分かんないから、自分で自分をレベルアップできる方法は地獄男会の中にある。そういうことだ。駅にだって苔は生える。むしろそれが主人公。さあ、夜遅くなってきたのでこれで退却しようと思います。で、新たな収穫が分かりました。この駅の掃除シリーズの3番目のキャラクターは苔。ガム、人毛ときて3番目のキャラは苔でした。
駅も駅、まあ、どんな都会であろうとも苔は生えるということで、まあ、主役級のキャラということですね。よく見たらですね、この今日やった道だけじゃなくて駅の一番メインの道なんですけど、もう苔だらけになってます。ガムはだいぶ取ったんだけど苔だらけです。だから次は苔を全部取らないといけないという使命を課しました。それでこそ、まあ地獄男でしょう。